どうもみなさん、きみえふです。えー、積み毛を消化するさも実況動画として上げていこうということなんですが、ちょっと、えー、説明をしている余裕がないかもしれないので、こう、こう、こう置いて、ーああ、だからこっちじゃない。ああ、失敗した。はい、えー、今うまいこと失敗しましたね。見事に失敗しましたね。はい。 積み、えー、ーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、えー、ダンジョンマスターカウスストライクパック RTC 版をやっていきたいと思うんですが、えー、こちらディアボリカルデーモンディレクターの、えー、ここの、えー、スイッチをこいつに押してもらってというとこなんですが、えー、押して下がる。よし、えー。どういうことかと言いますと、あ今あいつ移動しましたね。これ吹いとくか一応。見てるね。あで、ビビってくれたね。 えーっと、まあ、あの、ここ、ディアボリガルデモ、えー、ディレクターの、えー、こ、この辺にね、入り口の階段があって、登ってきて、この正面のこのスイッチを敵に押してもらうと、このピットが閉じるんだよなーって言ってたところなんですけど、そこを通り過ぎた先に、えー、まあ、スイッチがあって、このスイッチを押すと、こう階段があるんですけど、この今、私が立ってるところに、えー、ピットがあるんですが、このス、 スイッチを押すとピットが閉まると。ただ、押してないとピットは、えー、ずっと閉まっててくれないと、物を、乗るか、物置くかしないといけなかったので、とりあえず、手裏剣を置きました。で、まあこいつは、<ー>えー、ちょっとビビっててもらって、で、この先もある程度見てきたんですけど、 とりあえず成功したのでここで、えー、セーブしてでえー、っとですね次はこっち側なんですけどここに、えー、点線であの隠してあるピットがあるんですねでここの解き方はあのー、分かったんですけどもえー、っととりあえず これれ唱えられるね、えー。まずこの扉を開けますただ開けるとこの先にダーッ当たってしまったえー、またこいつがいるんですねでこいつがえー、スイッチを押してたからあそこがよし倒せた スイッチを押してたから、そこの問いうん、というよりも、こいつ倒したことって、ここの今、フィットがなくなってるんですね。で、一応危ないから、ちょっとこっち側に来てで、ここに鍵穴となんか書いてあるんですけど、とりあえず、えー、っと、全員ある、そこそこ怪我したけど、 とりあえず最初失敗した割には今のところ順調にやれてはいるなえー、っとでまあこっち側に来てでまあもうこの辺から分かんなくなって、えー、攻略情報を見たりしたんですけども とりあえずこれ持たせてまずえー、っとじゃあセーブだけするかセーブしてで、えー、とりあえず大丈夫だなこここのスイッチを押してたからというかこのスイッチからどいたからそこのピットが消えたみたいですねでまあ下り階段があってで えっと、まあ、鍵穴があって、えー、Value in Exchange for Variables と、まあ、あのより、えー、価値のあるものに変わっていくみたいなことが書いてあるんですが、とりあえずこっちを降りてみますか。で、えー、こっちは、まあ、この鍵穴があって、 で、えー、これあれですね、ゴールドキーですね。で、えー、と、進んで、えー、またこれラーの装備ですね。ラーの装備はヒッサーにあげましょうか。で、えー、と、これは、じゃあ、ウーにあげて、 で、あとコインですね。とりあえず、思置いといて。あともう何もないよね。で、そこの鍵穴はいろいろ試したんですけど、私の持ってる鍵では開かないと。で、えー、っと、次に怪しいのがここですね。えぇ、ー、ちょっと寝るか。で、ここがわからなくて、 で、まあ、攻略情報を、えー、いろいろ見たんですけども、どうやらこれをは、ここにアイテムを置いたら、あの、どんどん、えー、まあ置いてみましょう。こういうふうにワープが出てきて、これアイテムだけワープするものなんですね。で、これをある程度置くと、えー、より価値のあるものが手に入るよということで、まあ こうなりました、ね、で、まあ、一応これ回収できるんですけど、これですね、クロスキー、これを手に入れるための仕掛けだったんですね。で、まあ一応、もったいないので回収はして、回収はして、おのはどうなんだろうな、いらんかな、まあいいよ、とりあえず持っていくだけ持っていくか。 置いとくにしても、いつも置いてある、あの、水飲み場の近くに置くか、コインもあそこに置きっぱなしでいいかなとは思ってるんですけど、後で先に行ったときに使うとか嫌だなと思って、なんか置けないんですよね。で、クロスキーがここですね。で、これで、えー、向こうの方にあった、えー、と、鉄格子が開いたようなんですね。 でもしかしたら下のあの鍵穴もクロスキーなのかもしれないですけどとりあえず向こうが空いたらこのまま、えー、進めるのは分かったので、えー、とりあえずこっちに使いましたまた手に入るかもしれないですしねでそうですねそしたら今度こっちに行きたいんだけどここに敵が来てくれないことには来ないかな 一回降りてとかやっちゃったからねあでも足音はしますねこうこう行きたいのでここに立たれるとファイヤーボール打たれるかもしれないから怖いんですけどいや、えー、この先で使うのでちょっとこれを構えておきます なないかな敵頼みなんでね完全に一回また登って降りてとかやってみるかなんか余計に敵が湧いたらそれはそれで嫌なんですよね 遠ざかっってるっぽいなこれここ一回登ってみるかなんかいるな降りてこっち側では分かんかなそれともこっちでもいいのかな鍵穴が似てるんですよね これと、まあ。最悪、ここから降りてもいいんですけどね、降りるかも、ここ。降りて、で、登って、ああ、やこの辺ピットがあるんだよな、スイッチだけ。 あ,あここじゃなかった。毎回間違えるね。一応、ここにもね、あいつが沸いてる時があるんでね。で、うん、こいつは使うんでもよかったか。こいつに使うか。 でああいるな連れてくれないかな姿はああ来た来た来たでまあこっち側ですね次は 一応これでじゃあセーブして場所変えようでえー、っとここが開いたみたいですねでそうするとそこにいるから危ないな うん、動いてくれてるえっ、ー、とここにスイッチがあってこれを押すと多分どっかがどこだっけあここだここだここが開くんで,でここでつながるんでとりあえず 戻れる分には戻れますね。これはあれかな何度も押せるのかな危ない来るかなよけたうわーまあ、そんな感じで。 ございますえー、とりあえず <laughs> じゃあもう殺してくれ <laughs> 2体いるな1体しかいなかったはずだから湧いたなーえー、っとこっち側に来てこうで この時点であ、でもこの時点でここ空いてるか。じゃあど、あのスイッチなんだろう思ってたのと違ったな。まあいいや。これがクリティカルというかめっちゃ入ってくれたら100いくつ食らわせられるんだが、こいつにも。 う都合よくはいかないですねとりあえずあこいつ倒したらかな、まあ、どっちにしろここで空いたので 挟まれましたけどよくないなこれは避けられんかったなあ違ったよしああびっくりしたそこ穴あるもんね大丈夫だな 向こう側に閉じ込めとくかこれででまあここもなんかうわ湧いたちょっと怪我したから安全な場所に行きたいんだがこれ押すだけ押しとくか うわうわなんか打つところがあるなそのレバーは引きたくないなこの部屋は痛い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 ,たいえあー、なんかこれかなちょっとやばいな とりあえずえー、っとあともうちょっとロケハンはしてあるんですがとりあえず落ち着けるとこに行きたいんだよなで えーっと、これなんだかわかんないんだよな。まあこっちにもいろいろ道があって、そこなんか打つところがあるし。で、これですね、trust me enter t h ンタ e n t ピット pit ということで、ピットの中入ってみろということなんで、まあ、ここも入ってみて、で、えー、っと、この、 ボタンはここが開くみたいなんですね。ただ、ここはあのドラゴンがいたところに繋がってるだけみたいなんで。でまた、ここが金の鍵。で、まあ、一応コイン1枚。これしかないよね。で、そこのボタンを押しても。 一定時間しかそこは開かないみたいなんでこれでこう閉まっちゃうんでね急いで戻るしかないのとで上はなんだっけかなここはああ毒を撃たれるんだったああでそうだゴーレムがいるんだった えーっと、で、ここは、そうだ、俺そこで死んだんだ。じゃ、これ、そっち側からしか帰れないのか。こっち側からは帰れるけど、こっち側からしか帰れないのか。なるほど、はい。えー、っていう感じでね、えー、一通り、えー、 次第なんですが、まあ、とりあえず道が繋がったからいいかなとあの仕掛けを毎回解かんでもよくはなったので。ただね、えー、まだとゆかここはとにかくきつい場所だなというのはわ、えー、かりましたので。 で、おそらくここからまたいろんな階段があったんで、で、少なくともロスでしたっけ、忍者の道はね、あったのでね、他の道もあるんでしょうから、それを見てみて、で、えー、やっていきたいと思います、一つ一つ。あの、ゴーレムがいたところが選手の道かな、今回の。なんかそんな気がするな。 とにかくもね、罠だらけで、えー、一筋縄ではいかないのは確実ですからね。はい、ということで、えー、今回はここで終わりにしたいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。